こんにちは、ニュークロスマイジャパンです。今日はですね、リコーですね、GX200 です。デジカムですね、電源を入れます。でこちらですね、今もう撮影ができる状態です。正面のディスプレイのカメラを撮ります。こんな感じですね。であとですね、こちらはレンズですね。レンズの方がちょっとスムーズですね。今外ですね、外をちょっと撮りました。動くのもスムーズですね。液晶の方もそんなに傷があるわけではなく比較的綺麗ですね。全体にちょっとクリーニングをしました。簡単な説明ですが以上です。今ですね、デジカメがですね、また非常にちょっと値段が高騰してるみたいですね。このリコーシリーズですね、リコーの GR シリーズ、まあ、特にもう、初期の GR もそうですし、 GR2、GR3、かなり高騰しています。もうやっぱり、生産もされてませんし、ちょっと希少価値が上がっている状態ですね。はい、説明はですね、以上になります。よろしくお願いします。